ダン・ショムロンはイスラエルの軍人。第13代イスラエル国防軍参謀総長。エンテベ空港奇襲作戦の作戦指揮を取ったことでも知られる。1967年の第三次中東戦争の際、ショムロンは市内半島方面で空挺部隊を指揮した。スエズ運河に到達した最初の部隊となり、主君賞を授与された。また彼は、 第二次中東戦争にも従軍している。1973年の第四次中東戦争勃発の際、ショムロンは現役部隊の一つであった第401機高慮団長として市内方面での戦闘に参加した。初戦では大きな損害を被ったものの次第に持ち返しスエズ運河をとかイスラエル軍の勝利に貢献している。1974年、ショムロンは 不評、空挺火葬官に就任した。また同じ時期に、第98空挺師団の師団長を兼任した。1976年のエンテベ空港、奇襲作戦には、作戦指揮官として現地に赴いている。諸無論はこの作戦を成功させ、英雄として賞賛されたが、彼自身は、こう語っている。アイオルソーフエルトサムカインドオブエンビーフロムザ。 ミリタリーアンドイットワズノットコンフォータブルフォーミーアラウンドザワールドアンティルトゥデイゼルックアットミーライクサムシングフロムエーディファレントワールドエースパースーパーヒーローサムシングノットナチュラルアイドンティーライクザットフィーリングオブビーイングアンアドバタイズメント私は軍人としてある種の羨みを感じられているがそれは私にとってあまり心よいものではなかった今日まで。 世界中に、私は彼らに別世界のもの、スーパーヒーローとして見られているが、おかしなことである。そのような宣伝めいた気分は好きではないのだ。ダンショムロン、英文、英語版より天才。日本語文、編集者による翻訳。エンテベ空港奇襲作戦で、最も記憶に残ったことについて、ショムロンは次のように語っている。When the Hurstich's Board the Evacuation Plane。 あれヘルプドアップ、イーチワンチェッキングヒズファミリーザットエブリワンイズ、プレゼント、ザットワズエストロングモーメントザット、アイキャン、ティーフォーゲット、救出機に人質を乗せるのを手伝っていた時、それぞれの人々が家族のことを全員いるか確かめていた。その時が私にとって忘れられない瞬間であった。男女無論、英文、英語版より天才。日本語文、編集者による翻訳。 ショムロンは1978年のキャンプデイビッド合意の後、市内半島からのイスラエル軍撤退作業の責任者を担当した。1983年に陸軍指揮本部が設立され、ショムロンはその初代指揮官に就任した。1987年、ショムロンが50歳の時に参謀総長に就任し、1991年までこの職にあった。退役後、 イスラエルミリタリーインダストリーズの社長に就任している。脳動脈瘤が原因で2008年2月26日に死去。妻と2人の子供がいる。諸無論は多くのイスラエル人にこれまでのイスラエル将校の中で最高の将校の一人と考えられている。ありがとうございます。